こんにちは、朝日新旧整骨院の澤です。今日はですね、ダイエットに関係のある食物繊維についてお話をします。食物繊維がダイエットに関係があるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、実はこの食物繊維には、種類があります。でまたその食物繊維の種類によって体の中に取り込んだ時の、反応が違って、またそれぞれの食物繊維によってダイエットに現れる効果が違ってきます。ではその食物繊維の種類なんですけど、2つあります。1つは水溶性の食物繊維で、もう1つは不溶性の食物繊維、この2つがあります。まず水溶性の食物繊維っていうのはどのような働きがあるのかっていうと、体内に水溶性の食物繊維を取ると、その水溶性の食物繊維はドロドロとしたこうゲル状、ゼリーみたいな状態になります。でこのゼリー状のものはお腹に入った時に他の食べ物だったりとか栄養をこうくるんでしまうっていう働きがあります。でこのくるまれた食べ物だったり栄養っていうのはお腹の中で消化されにくかったりとか吸収されにくいっていう働きがあります。ですので、たくさん食べたりしても水溶性の食物繊維を一緒に摂ることによって必要以上にこう吸収されにくいという働きがあります。でもう一つの不溶性の食物繊維にはどのような働きがあるのかというと、不溶性の食物繊維は体内に取り込むことによってこう体積がすごくこう膨らんでこう膨張していくという働きがあります。でこの膨張していった不溶性の食物繊維に、例えばこう体内に残っている、いらないものがこうくっついたりとか、例えばそのダイオキシンとか、そういうふうな不要物もくっついてこう外にこう排泄されるっていう働きがあります。ですので不要性の食物繊維を取ることによってこう体内に残っているいらないものを出したりとか、あとはその腸内環境の改善っていうのにつながります。ちなみに水溶性の食物繊維は、アボガドだったりとか、あとは海藻類とか、そういうふうなものに含まれます。で不溶性の食物繊維は、豆類だったりとかキノコ類とか、あとごぼうですね、このようなものに含まれています。であと大事なのは摂取する、体の中で食べる取る割合なんですけど、水溶性と不溶性、だいたい水溶性が1、不溶性が2の割合で取るとダイエットには効果的だと言われていますので、ちょっとこう体重が気になるなとかダイエットしてみたいなっていう方は試してみたらいいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、また再来週お会いしましょう。さよなら。